人が機械を動かすのか、機械が人を動かすのか。牛丸雄太、小野部豊、鉄筋ロボッツ。Thank you.
ここでシステムの解説をします。鉄筋ロボットシステムのキーワードはキネクト、アルディーノ、マックス MSP、サーボモーターです。まず簡単に説明すると、キネクトで右手左手それぞれの位置情報を数値で取り、ある一定の数値に達した時、マレット付きのサーボモーターを動かして鉄筋を叩くというシステムです。キネクトとはゲーム機 Xbox で使われているハードウェアです。赤外線を飛ばして人間の骨組みを取り、それを内蔵カメラで撮影します。映された映像をパソコンに送ります。このように各関節の位置情報を XYZ 軸で数値として受け取ります。今回は右手左手の部分だけを使用します。次に MAX というプログラミング言語を使ってキネクトから送られてきた数値を次のように処理します。 XY 軸の数値範囲を設定して、設定した数値範囲にキネクトの数値が当てはまった時がスイッチオンの合図です。スイッチオンの合図の次は、どのようにサーボモーターを動かすのかという情報を MAX で付け加えます。鉄筋ロボットでは45度回転させて 0.2 秒後元の角度に戻すという情報を付け加えるプログラミングを書きました。アルディーノとはパソコンとサーボモーターをつなぐパイプ役みたいなものです。これがないとサーボモーターが動かせないです。このようにキネクト、マックス、アルディーノの順で情報を処理してサーボモーターを制御しています。サーボモーターは合計12個使用しており、すべてのモーターにマレットが取り付けてあります。モーター一つにつき1音を担当していて、ドから1オクターブ上のソまでの音階が用意されています。それではこれを踏まえて演技を見てみましょう。この場面では自動演奏システムに切り替えています。
自動演奏ではロジックと呼ばれる音楽制作ソフトと MAX を連動させています。ロジックで流れている音楽のそれぞれの音符に対してサーボモーターが反応するようになっています。どの音が鳴ればど担当のサーボモーターが反応するということです。以上で終わります。